はい、こんばんは、サディルーム斉藤です。今日は中二理科電気静電気のゼロの1回目です。ここから中二の中で本当に一番入試とかによく出る電気、電流とか磁界について学習していきます。でその最初に、電流の正体、電気の正体って何かっていうことで、まず静電気の学習をします。で皆さんには、静電気に興味を持ってもらいたくて、静電気で遊ぼうっていうことで、こんなあのバルーンアート用の風船ありますよね。でこれを利用して、で、ちょっとそのままじゃ面白くないので、はい、鬼滅の刃風に剣を作ってみました。で私鬼滅の刃全然見たことないんですけど、はい、こういう剣を使って、こういう小さい風船を使ったり、あとはこれ聞いたことありますかね、これ電気クラゲ、あの荷造り用のテープを利用してすごく簡単に作れます。でこれ結構静電気起きて、もう今も起きてますよね、固定から離れない。これなかなか面白いので、簡単に作れるので皆さんもやってもらったらと思います。あとはこの風船と水道から少しずつ出る水を使って、その4つの遊びをしています。でここにもあるように、その静電気が起こると、こういうふうにこの剣がこう白衣にひっついたり、いろんなとこにひっつくので、そのあたりなぜひっつくのか、それはまた1からの授業の中で説明していきますけれども、そこで静電気が発生すると、どういうことが起こるのか、それをまずは見てもらったらと思います。では4つの遊びをしてますので、まずそれを一気に流します。どうぞ。
はい、今見てもらったようにまずはこの剣の風船でこのちっちゃい風船を浮かしました。でその後この長い風船を吊るして、でこれを風船を近づけたりこすったタオルを近づけてみてどうなるのかを確認しました。でこの電気クラゲを浮かしてみたり、あと水道の細く流した水道の水にこの風船を近づけてみたらどうなるのか。でこれをまとめたのがこちらです。ゴムの風船、まあ、物質はゴムですね。で風船との作用、風船同士は反発しました、ここはちょっと知識がないと考えては出てこないんですけど、まあ、ここは、マイナスの電気に帯電をしています。でこれまたあの授業の中で詳しく説明していきます。で今度綿のタオル、その風船をこすったタオルとは引き合いました。で引き合ったっていうことはタオルは反対のプラスに帯電しています。磁石が N と S 引き合うの知ってますよね。同じで電気もプラスとマイナスが引き合う。でプラスとプラスとかマイナスとマイナスは反発し合います。はい、次荷造りテープ、これはポリエチレンっていう、まあ、3年生でプラスチックを習うときに学習しますけど、そのポリエチレンで作った電気クラゲはめちゃくちゃ反発しました。これはマイナスに帯電しています。で最後水道から出てくる水、これは風船に引き合うというか、まあ、引き寄せられたのでこれはプラスに帯電していることが分かります。まあ、今回、まあ、静電気の遊びを4つしましたけど、まあ、その遊びの中からもこういう、まあ、学びがあったらいいのかなと思っています。次回もう少し風船を使った遊びをしていきたいと思います。では今日の授業は以上です。